帰ってきた生島あゆか勝田さんです。あれ、あれ、何それ。じゃあもう一回やろう。はい、行きますよ。仕切り直して。帰ってきた生島。ハッシュドポテトはスマイレージー。イエーイ。はい、ということで今週もスタート。2013年1月30日帰ってきた生島、ハッシュドポテトはスマイレージ第20回です。わお、イエーイ。自己紹介ですね。エレベーターガールこと、すっかり忘れてた。では、すっかり忘れてた、たけちゃんから、さんからで自己紹介よろしくお願いします。中学3年生、15歳、たけちゃんあかりです。よろしくお願いします。おかしい。はい、どうぞ。3階です。中学3年生。中学3年生、15歳の、かななんかと中に。最後まで、ゆでたゆかなです。よろしくお願いいたします。イエーイ。はい、中学2年生のカチとゆめです。よろしく。どうぞ。高校3年生の和田あゆかです。上へ参ります。じゃあ聞いてください。今日のために髪の毛を頑張ってきたんですよ。それで昨日なんか髪の毛調べたら、この髪型いいなと思って一生懸命作ってきたんですけど、なんかちょっとみんなからしたらちょっとおばさんっぽいってなったので、うん、お姉さんっぽいってね。えっ、ここら辺ほらガジラガってやつ。頭がいいってことだよ。本当だ。調べたらガジラガって。三田さん、次のコーナーに行きましょう。まあ、なのでちょっと今日はね、30代のカメラメイクで行きます。30代まで行ったの。それかなり好きです。はい、まあ、そして今週の進行はこの私、田村メイクです。よろしくお願いします。イエーイ。配信中はツイッターで皆さんと一緒に盛り上がってくださいね。イエーイ。ハッシュタグはシャープ生ドドットスマイレージ。gmail.com ですよ。お待ちしています。待ってます。はい、そしてですね、2月2日と9日はお休みでして、前々回1月16日は福田さんの一人生スマでした。はい、はい、どうでしたか。喉乾いた。なんか1時間ずっと一人で喋ってたんだよ。だからね、はい、お疲れですね。はい、先週はそんな福田さんの DVD イベント中継をしました。おー、はい、はい、それにね、その DVD イベントには、DVD イベントにはですね、福田さんの DVD イベントできたんですけど、その応援ということで、応援しあかりちゃんが駆けつけてきてくれたらしく、応援のお二方から感想をいただけたら幸いでございます。そのね、動画見たよ。今見ました。どうでした。
マロ。マロ。マロ。マロは。マロ。それもね。はい、それそのビビリについてのメールが来ていますので読みます。ペンネーム。あ、じゃハッシュドネームですね。マートンさんからいただきます。ありがとうございます。スマイレージの皆さん、こんばんは。どうも。先週はハニョンソロ DVD、発売記念イベントの中継を兼ねた配信でしたね。会場に行けなかったのでイベントの内容が伝わって助かりました。絶対領域で乙女のタケちゃん、耳元が光る大人なカニョンだけの最多のコンビ最高でした。次またイベントの配信がある時もみんな女子力の高いところを見せてください。さてイベントではポージング対決をしてそのコラージュ写真を会場の人にプレゼントしていましたね。今度また同じようなイベントがあったらどんなゲームをしてみたいですかという。マロは自分のことマロって言うって決めたの。なんでですか。おだるまるが好きだった。かわいい。マロはね、あのそういうイベントがあったら、でもやっぱじゃんけん大会とかみんなでファンの人とやるの楽しかったから、そういうのやって、うん、なんかね、うん、あ、私物あげたい。え、違う、あの T シャツとかすごいやりすぎるから、あげたい。投げたい。お下がり投げたい。あげるじゃないですか。なんか空気砲みたいに入れてバーンって言ってバーンって T シャツ飛ばして、あげたい。わかった。スーパーの袋に丸めて入れてポン。ミステバズーカみたいな、バズーカ、バズーカ、空気バズーカみたいな。あ、空気をこういうやつ、そう、そう、こういうやつにあの ティッシュじゃない、うん、T シャツ詰め込んでバン、外れあり、ピャーン、外れあり、外れあり。なんかさ、ファンの人と一緒にさ、あのなんかさ、あのゲームしたくない。ファンの人とみんなで、ハンカチを、かくれんぼ、ハンカチを、ハンカチを、かくれんぼやりたい、かくれんぼやりたい、鬼ごっこやりたい、やりたい。かくれんぼが一番やりたいです。やりたくないけど。ケイがいい。だって怖いもん。なんか本気で探されちゃう。ケイがいい。ドロ系ですね。ドロ系。え、ケイドロ。ケイドロじゃない。探偵。探偵。え、でも本気。待って。本気。みんな地方によって違うんですね。違うよね。ゴリオにやりたい。ゴリオ。パチン。で、お湯とか。え、何しろ。お湯かけられたら。分かった。お湯とか氷とか。タッチ。そう、お湯かけられたら解放されるの。はい、まあね、そういうことでようやく今年初6人揃っての放送です。イエーイ。イエーイ。はい、先週はハロー大阪個別握手会でした。ハロー大阪どうで、ハロー大阪でして個別もありまして、個別もありましてっていうね感じでした。感じでした。ありがとうございます。はい、それについてもメールが来ています。ハッシュルネームももさんからいただきました。スマイレージの皆さん、こんばんは。こんばんは。なんか絵文字が書いてあるの。こんばんは。先日はハロコン大阪と個別握手会お疲れ様でした。私は日曜日の個別握手会に参加させていただきました。個別握手会は初めてだったのでとても緊張しました。いつもよりたくさん話せてメンバーの顔もきちんと見れて嬉しかったです。私はたけちゃんと握手させてもらいました。いいな。本当に可愛くて笑顔の絶えない、すごくすごく楽しい時間でした。とても嬉しかったです。本当にありがとう。またさらに好きになりました。これからも応援しています。また行きたいです。スマイレージ大好きです。新曲も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他にも、おった行列が来てね。ハッシュドネーム。髪の毛が生えてる。夜だ。これか。本当だ。ハロコンミッションより豪華みたいな。そうやな。サンパみたいな。はい、ハッシュドネーム。ナルシスティック。ナルシサス。ナルシスティックナルシサスさんからいただきました。大好きなカナナ、そしてスマイレージの皆さん、こんばんは。こんばんは。27日の個別握手会行ってきました。即売イベントでの全員との握手に比べると時間も長く楽しかったです。皆さんはどうでしたか。
印象に残る会話とかファンの人などあったら教えてください。次は2月9日に高崎で行われる新曲のイベントに行きます。うん、はい、2月9日に来てくださるそうですね。私と和田さんの出身地の群馬県に、はい、そしてハッシュルネームあやぴーさん、ね、なんか質問来てなかった、質問来てなかった、ね、あ、そうですね。はい、即売イベントでの全員との握手に比べると時間も長く楽しかったです。皆さんはどうでしたか？楽しかった。あのね、なんで派手なまってるの？印象に残ったみたいなのだったっけ？あ、握手会で印象に残ったこと、印象に残った会話の個別で書いてもらった？あのね、なんだろうな、なんかな、長かったからね、長かったからちょっと覚えてないな。でもいつも全部楽しかった。早い、全部楽しかった、早い現場だから。でもマロは、じゃあマロは、やだ、マロは他のメンバーの相談をされることが多かったかな。なんか誰々が何かなみたいな悩みがあるんですけど、あの皆さんの手がすごく冷たかったから、うん、なんか何回も謝られて、そう、外で待ってたんだろうな。そう、申し訳ない、ごめんなさい、すみません。マラソンやってたよね、そういえば。あ、マラソンやってた、オーダーしたよ、そう、マラソンの間通りで走ってた。そう、あのバスが、っていうか、なんかあの車が入れなくて通れなくて、マラソンで会場まで走ってたんです。面白かった、めっちゃ走れたから1周くらいマラソン走りたいけど、まだ今やだよ今はい、続いて、ハッシュルネームあゆぴーさんからいただきました。スマイリッチの皆さん、こんばんは。27日日の個別握手会参加させてもらいました。久々の個別握手会だったのでとても楽しかったです。今回握手会の会場で各メンバーを仕切るのに使われていたホワイトボードにスマイレージの皆さんが何やら落書きをしていたらしいのですが、皆さんどんな落書きをしたのですか？よかったら教えてください。そう、うん、ね、カナダにね、なんかすごいね、写真のね、ところにね、なんか髪の毛足されたり、なんか変な顔にされたりとか、あの、二つ作りの、こういうのにしました。すごかったよね。そうね、タケちゃんの顔写真のところにやってたの。そう、ね、こちらでもカナダにもやったでしょ。でも、カナダのには表っていうか、ファンの人が見えるところじゃなくて、こっちにやってたんですよ、うん、気づかれなかったです。だから全然気づかなかったみたいで、見ればよかったのに。メイね、メイね、あの一部から16部ぐらいまであったじゃん、うんうん、それであったんですよ、うん、あの一部終わった後に表の方の自分の写真にすごいヒゲつけたりとか、うん、鼻の穴を大きくしたりとか、マジックでこうやって描いて眉毛めっちゃ太くしたりとかしてやってたんですよ、うん、そしてそれで、あの2部はそのままやったんですけど、3部の時はひっくり返されちゃってて、なんかマネージャーさんに、あのもう早すぎだよっていう風に、落書きを一部からやるの、そうなんです、早すぎだよという風に言われてしまいました。了解、そうなんです、了解、了解、了解、はい。でポスターとかみんな落書き書いてやったー、ロックンロールって書いた。福田さんのポスター超面白かった。あれが犬が見てる、あのメイメイの落書きはやりすぎだったって書いてある。でもマロのが絶対違う。マロマロで、マロってね、キャラじゃないの、もう今人称だけだよ、キャラはつけてよかった。もうごめんなさい、ね、メイの方がね、一番でいいから握手会行きたい地方民だって。おお、地方の方やっぱこれ辛いんですね。むしろ私たちから行くべき。昔はやったー。でも大阪とかやりましたね。一回やったことあるよね。だっけ。あ、やった。好きじゃんだ。じゃない。個別、個別、個別じゃないの。個別、個別、個別、個別は近い。うん。大阪で。うん、やった。またやりたいな。やりたい。ね。全国で、うん、おじゃる丸でやりたい。でもモーニングさんやってますよね。うん、でもモーニングさんさ、全国って言ってもさ、全員で全国回ってるわけじゃないじゃん。まあ、確かに全員で回りたい。全員で行きたい。マロたちは全員マロ家ではもうマロが定着してるの。でもなんか定着させよう。わし。だってカノンとかよりかわいい
わしまん。誰誰？わしまん。わしおし。わしおし。はい、まあそんな感じですね。他にもファンの皆さんからたくさんのメールが届いています。ありがとうございます。ありがとうございます。それではご紹介いたしましょう。もう一杯と、はい、来ましたね。ハッシュルネームかずくんさんからいただきました。スマイレージの皆さん、こんばんぽん。こんばんぽん。あるサイトに皆さんのマイフェイバリットソングが掲載されていましたが、特にめいめいのが気になりました。当時夢中になった曲で、珍島物語や今リアルタイムで好きってのに天城越えを上げて いてめっちゃいいと思います。特に天城越えは練習しているとのことで、よかったら練習してください。待って、この前聞いた。何、トイレ？違う、お風呂、ね、練習してる。聞こえるの？一応なんか言ってこなかった。あ、言ってた。ねねね、歌って。あー、歌って。イエーイ。いいぞいいぞ。違う、ちょっとまだ練習中だから。いいよ、だから歌ってみたら。いいよ、ほんとに。じゃあ、落ち着いてからでいいよ。うん、いいよ。え、これ YouTube ができてからでいいよ。これやらなきゃダメな感じで。じゃあ、やらなきゃダメ。やってくださいって書いてあるもん。そうだよ。多数決する。じゃあ、やった方がいいと思う人手で挙げて。はーい。はい、イエーイ。本当に下手だから。大丈夫大丈夫、前置きいらん。待って、何でもない。あの裏声に返すところがいいからいいから。大丈夫、失敗する場合大丈夫だから。ちょっとそこはね、しててください。じゃあ恥ずかしい、顔が見えるから。それでは参りましょう。じゃあ後ろ向いて歌えば。3、2、いいよ、後ろ向かなくていいってば。3、2、1。何？これ、ね、めめめごめんなさい、ごめんなさい、本当にやります、やります、うん、申し訳ないです。はい、それでは参りましょう。めいめいの天城越えまで3、2、1、0。天城越え、まだちょっと待って、もう一回いいですか。もう一回いいですか。全然いいから。あと30回ぐらいやってもいいよ。天城越え、待って、今日裏声の返しが調子が悪いです。じゃあそこはでも、オッケー、もう本当にいらないから。あ、ちょっとだけ音高くしてもいいですか。でもいいよ。あまりもうえ、あ、すいません。今練習中になったの。今練習、結構本番中だ。いや、確かに。待って、たけちゃんの顔見てたらできるかも。なんで？3、2、1。あまにぃね、カナダの声が笑ってくれちゃった。だってね、ほんとにふっさと、もうだってここでさ、麦声をさ、披露するんだよ。大丈夫、大丈夫。全国のね。じゃあ、まあ、また今度さ、やればいいんじゃない。待って、じゃあ次のイベントかなんかで披露でやるのかい。わかった。ちょっとちょっとさ、あのね、今やると中途半端になっちゃうので、うん、じゃあ最後にやるね。そうだね、うん、おー、やってくれるの。最後にはやる。エンディング、最後にやります。よーし、エンディングで、エンディングでやります。うん、はい、はいはいはい。どうしたどうしたの。はい、どうしたの。あ、そのでもさ、マイフェイバリットソングでさ、それメンバー同士でしか書いてないっていうか、個人で書いてるから被るはずないのにさ、小田さくらちゃんと一緒だった。全部じゃない。全部じゃない。全部じゃない。マライアキャリーさんの曲だね。すごいね。いろいろそれぞれいろいろ被るね。誕生日のメンバーからも血液型も一緒。うわ、すごい。すごいですね。すごいやろ。で、クリスマスも一緒だ。うん。Wow. クリスマスあとね、熊井さんともね、好きなのが一緒だった。でも、そこはカノンは入れなかったんだけどね。それだけ。あ、カノンって言っちゃった。だったら。はい、じゃあ次に行きたいと思います。ハッシュルネーム、パプルさんからいただきました。先週の放送で、カナナは褒めると耳が赤くなるとカノンが言っていましたが、カナナが手で赤くなるところを見たいので、皆さんでカナナを褒めちぎってください。ちょっと待ってください。かわいい。あ、耳がついてますね。
可愛いし、もうフェイスも可愛い、体型も可愛い、喋りも可愛い、大阪弁も可愛い、もう何もかも可愛い。そう。もうスマイルにナンバーワンだよ。可愛い。可愛い。え、こんなファンの人もみんな言ってるよ。ルックスってる。可愛いって。可愛い。可愛い。可愛い。カナン可愛い。カナンなんで、もう、はい、じゃあ一人ずつ行ってきますよ。次はフェイス。だからいい感じ。いいよね。一番可愛いよ。可愛いよ。やっぱカナなんだな。もう可愛い担当。いいよ。しかもさ、セクシーだよね、カナなんて。キャビン。耳がでかいんです。本当ですよ、本当に。で見せて見せて。含み耳だから。見せて見せて。見せて見せて。はいはい。ちょっとちょっと失礼します。本当に切れちゃうの？そうだよ。そうだ、危ない、そう、切れたことあるからなうなう、危ない危ない、真っ赤真っ赤真っ赤やん。次のこんな感じむせちゃったよ。次のコーナーどうしたのかな。キャー、次のコーナーよしよし。あ、今耳がいいぞ。耳がいいぞ。なんで耳が、ねえねえ、ちょっとなんで今あかりの椅子まで侵入してきたな。侵入マン。はい、いいよ。じゃあね、キリがないので一緒に行きたいと思います。はい、ハッシュルネーム夜間さんからいただきました。スマイレージの皆さん、こんばんは。2期メンバーの皆さん、ラジオ新番組のパーソナリティ就任おめでとうございます。さて、そのラジオ番組で中西さんが自己紹介で動物とお話ができるとかアイドルらしいことをことをのたまっていましたが、普段そのようなどういう意味、どういう意味、話していたってこと、国語じゃない、国語じゃない、ま、おっしゃっていたってことか、おっしゃってこと、そうだよ、アイドルっぽいことを言っていましたがみたいな感じだね、きっと。普段そのような光景を見たことがありますが、言っていましたじゃん。ないよね、動物とお話ができない。聞いたことない。言ったことあるよ。マロも聞いたことない。お話したことある。あるの。あるよね。それやめた方がいいよ。言ってないよ。あやもね、言ったらね、なんかね、犬を連れ、そう、犬を連れてこられちゃって、あ、どうしようと思って、本当にできないのにって思って。あれ？パンダ？ゴリラと会話できる。ジャイアントパンダですよ。ジャイアントパンダ。ジャイアントパンダ？ジャイアントパンダ、それじゃない。はい。終わりかい。あの動物園行った時に一緒にゴリラと、なんだっけ、なんかさ、なんか水の中にいる、あ、違う、サルサルサル、うるさい、いないよ、サル、いたいたいた、サルだよ、サル、サルとなんか、あ、違う、クマだ、クマ、で、クマにね、クマタケちゃんとか言って、ずっといてクマ寝てんのに、おい、クマとか、大きいのしゃべりかけたんですよ。で、タケちゃんって、タケちゃんって言ったら、逃げてったから、多分タケちゃんって言葉が通じたんだなって思う。違う、うるさいな、あいつ。そういうさ、なんかさ、明らかさ、ありえない発言でさ、それキャラ違う、なんか、言ったらなと思います。思わないからね。思わないよね。どういう気持ちで言ったの、今の発言は。印象付け。もう次に言ってください。でも面白かった。動物園行ったら面白い。去るところで15分くらいいたよ。やだー。やだーって2人で見つかったの。いっぱいいたから楽しかったんだ。ジャイアント。ジャイアント。はい、はい、はい、マロ怖え。マロ怖え。次いきます、次いきますね。ハッシュルネーム4番エースさんからベリーズ工房さんの握手会でファンの人にスマイリージステーション1422のトークレベル高いよと聞かされた徳永千奈美さんと熊井由美奈さんは本当に焦っているみたいでショックを受けないようにあえてスマイリージのラジオは聞かないようにしているみたいですが、スマイリージステーション1422放送を第4回目終えて周りの反響はいかがですか。え、これ本当に熊井さんたちがそうやって言ってたのかな。熊井さんたちのやつ聞いてる、うん、でも夜中だから見ないですよ。熊井さん、怒られてるのがマジで面白かった。あのブログの、ブログ公開しないよ。あ、徳永さん、あ、さ、聞かせてもらった、すっごい面白かった、はい。でもね、この前ね、ハロコンの時にあの楽屋で徳永さんが近くだったんですよ、楽屋が、楽屋じゃない、楽屋の中の机の椅子が、でみんな全員一緒の楽屋の時に、そしたらなんかずっと
なんか誰かにずっとどうしようブログまだ書いてないブログ書いてないとか今1週間経った書いてないどうしようあと2日かなんか残られるとか言ったりもうずっとそうやって心配してたっていうかすごい可愛かった可愛かったね怒られてましたよねって、うん、本当に怒られちゃったの超可愛かった可愛い本当に可愛いよね可愛い可愛いでももうゼロ反響はどうですか反響そこまでたけちゃんってね初回で聞いたけどたけちゃん乙女ってねいじられて可愛かったねたけちゃんいいですよ今日は今日はミニスカートあれあれ使ってスカート着てる簡単パフォーマンスあー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 見てボタン止めんなちょっとボタン止めるボタン止めるの忘れてたのか今日聞いてくれ今日私服でやるってあかり把握してなかったんです実はだからこんな格好で来たっていう終わりかわいい生だらけ生だらけマロは厳しいマロは厳しいマロのコーナーじゃないじゃあねマロのコーナーはいところでね私はを目指すとはね、メールは、うん、あんまり直接頑張ってさ、おじいちゃんの話するんだから聞いてあげるでも、おじいちゃんってあんまり言われない直接言われたことがないですよね直接ラジオの反響を言われたことがないと思われるまあ15分だからだよまあそうだねでも伸ばしてほしいっていうことは24時間も別で言われたこと伸ばしてほしい伸びろ伸びて伸びてじゃあ分かったスマイレージ全員の1時間伸び伸びたスマイレージ全員スペシャルとかでやりたいずっとやってたいですね私ははいメッセージは常に受け付けています思いついたら気軽に送ってくださいねそれではこちらを皆様に見ていただきますせーのどうぞ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 ふざけてるわけじゃないよなんとなくこの空気が嫌だったの星空を見上げたけど遠くに何も見えない自由が奪われてゆく現実を叶えた夢のせいにした歯を食いしばってゆくしか思います1月といえばやっぱりハロープロジェクトコンサートハロープロジェクト生誕15周年記念ライブ2013冬ビバブラボー1月2日から早くも残すは2月3日の福岡公演のみとなりましたが皆さん正月ハローについて何かエピソードなどありますか
何すごい面白かった。なんでなんで、なんでね、面白かった。なんで面白かった。なんだろうな。客席にね、登場したりですとか、そうだね、サークルメンバーでの歌を歌ったりとか、ね、OG のゲストの方が見てくださったりとか、なんか見てると思うもっとだったりとかもっとゲストなどなどね、うん、はい、いろんな方が登場していただきましたりとかしましたりとかしましたが、うん、どうでしたか。うーん、元エッグゲストのところが、うん、楽しい、うん、え？え？どっち？ブラボー。あー。あ、OG ゲストじゃなくて、OG ゲストさんのところもだけど、元エッグさん。元エッグブラボーだよね。あ、そうですね、うん。そこがなんか面白い。で、一緒にやってた人たちが、うん、今それぞれの道に行ってるんだなっていう、うん、しみじみやな。あとなんかいろいろ変わってて不思議だった。うん、変わってきた。アップアップガールズかっこかりさんというか、うん、が今までずっと一緒にやってきたのに、曲調とかも全然違ったし、チョッ、そうとかもうなんか盛り上げ方とか素晴らしいなって。コール&レスポンス、そう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 、うん、楽しそう、ね、楽しそう。他に何ありますか。私は福田さんと一緒にサンプルを組ませていただいてるんですけれども、うん、そういうところはどうでしょうか。はい、私ですか。はよ。まあ周りの人の歌が上手すぎて毎回やみますね。なのでもっと練習しないとなって毎回思います。リラップとカナナも、はい、サンプルが、うんうんうん、あくまいさんですね。そうですね、はい、私はクルーと熊井さんと歌わせてもらってるんですけど、熊井さんと仲良くなりましたよ。同じ曲を歌ったことによって。マロさんごめんなさい。マロさん、マロさん仲良くなりたいのに。かわいい、まあ、はい、でもかわいい。中西さんは、はい、はい、私は嗣永さんと真野さんと鈴木香音さんと須藤さんと中西香菜で5人でやらせていただいてるんですけど、うん、真野さんは今回のあのハローで最後なので、シャッフルユニットが一緒にできて嬉しいなって思います。確かに、はい、そうだね、ね、可愛かった、可愛かった、もうね。でもあれはある部分似てる。次の話に似てる。次の話へどうぞ。はい、和田さんとたけちゃんは里山メンバーとして活躍されていましたが、その辺はどういった感じでしたでしょうか。あかり、この前大阪で初めてハーベストやったんですよ。それがすっごい嬉しかったです。あ、なんかおーってなったよね。そう、おーってなった。そう、ハーベストがって言ったらおーってなって、うん、うわーってなるみたいな。それで、こんな言ってくれるんだって。わー、フォレストタイム楽しかった。やってて見てた、見てて楽しかったゲームね、フォレストタイム完全にコピーしてるんだから、みたいな。おー、すごい、コピーしてるよね、2期メンバー全員踊れるよね、これ。だよね、だよね。あー、そっか、一回やったことあるんだもん、ね、一回踊ったんだ、ね、でも、うん、ハーベスト、フォレストタイム今までやったことあるのを合わせても、うん、10回もないんですよ。モーニングさんのやつで2回やって、で、あれバスツアーで1回やって、で、2期メンバーではこれはカウントするのかな。あー、違う、やめた、私たちはやめた方がいいと思う。私たちはやって、私たちは違う、2回やって、5回しかやってない、まだ5回、これ自体も5回しかやって。ヒーベリーはめっちゃ見るね。そうだね、感動しますね、とても。はい、よね、今 NG を出した自分の自分のすごい自分の自分のおばあちゃんとあの照り垂らし合わせてすごく感動しました。え、目も感動しました。福田、うん、さんなんか涙していましたよ。してないよ。してましたよ。してないよ。本当にしてない。してないの。その福田さんの涙がすごい
してないよ。ちょっと嘘言ってるの？どっちどっち？まだおばあちゃん死んでないから。うん、うちも死んでない。でもね、おばあちゃん死んでるよ。おばあちゃんがあのハロコを見に来てくれた時に、おばあちゃんにあのあやちゃんが歌ったキャベツの歌を聞いておばあちゃん涙が流れたって。見てください、ピーベリーは俺も泣いたって。ありがとうございます。でも言っときますけど、私のおばあちゃんは私と福田さんのスマイルブルースで涙流してる。かわいい。そういうのがその演歌みたいな歌を歌えるようになったんだって泣いてました。もう一回ぐらい歌わいそう、もう一回歌わない。でもなんか歌っていくうちにヤッシーともうちょっと慣れてきたから、すごく良かったです。なんかいいね、姉妹っぽいよね。真逆。なんか似てます。なんか似てる。なんかね、全然顔違うのになんか似てるんだよね。あやちょがもうね、表情が大人っぽくてね、あーこういうね、顔も似てるんだろうね。どこから出てるんですか。マロ、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 マ1月19日の名古屋公演で、3月20日リリースの13枚目シングル「旅立ちの春が来た」が初披露されましたけれども、はい、この曲はですね、卒業ソングとなっていまして、そうだ、ね、皆さんとあのメールが届いていますので読みたいと思いまして、ハッシュルネーム「あき」アットマーク LED さんからです。おー、 LEDスマイレージの皆さん、こんばんは。正月から始まったハロコンも残すは福岡となりましたね。ライブでハロプロのメンバーでシャッフルしてハロプロの名曲を歌っていますが、大変なことや良かったこと、先輩たちとの歌って何かエピソードなどがありましたらお話聞きたいです。それと3月発売の新曲旅立ちの春が来た聞きました。曲、衣装が可愛く、振り付けも覚えやすく大好きです。ここに注目してほしいというところがありましたら教えてください。はい、お、あの一個ちょっと前の話 の、はい、のシャッフルの話になるんですけど、はい、エピソードあって、安田さんとチョコトラブを歌った時に、安田さんに近づいていったんですよ最後。なんだっけ、いいらしい人って、で、安田さんに集まっていくみたいな感じの配置っていうかフォーメーションだったんですけど、その時に歌ってる時に安田さんと目が合ってリハ中なんですけど、あー本物だって思いすぎて、私歌うの忘れちゃって、その後自分の時歌うの忘れてってなっちゃって、もう本当にそれに感動した。でも一緒に歌ってるって思って、だってそれに感動して、家にあるもん、あのプチモリさんのビデオ、まだビデオなの。すごい、もうね、毎日ね見てた、ビデオのテープが絡まって出てくるぐらい。もうその安田さん、トゥ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 で見てたんだけど、その時にイーダで一緒に歌ってるぜって思った。本当に可愛かった。
レリポンさ、新垣さんがさ、終わるまで待っててさ、袖でさ、新垣さん終わったら、うん、あいや、かわいい、かわいい、面白い。はい、まあ、そんなこともありましたが、新曲の方はどうでしたか？なんで新曲になるとみんなテンション下がるの？今盛り上がっちゃって、今ね、ちょっと巻き戻ししてる、今新曲の方に。この曲はですね、卒業ソングとなっていまして、ちょうどいいよね、時期が、ちょうどいい、3月です。でも寂しい曲じゃなくて元気な曲なので、そうそう、この曲をたくさんの方に聴いていただき、卒業とは、そうですね、新しい始まり、始まりと思っていただけたら幸いです。はい、ということでですね、またまたお便りが来ていますので読みたいと思います。カテゥーさんからいただきました。クルーの番ですかね。スマイルジの皆さん、こんばんは。ハロコン大阪公演お疲れ様でした。久々の生で見るスマイレージだったのでとても興奮したし、そしてなんと朝、うん、公演前の福袋コーナーでスマイレージのサイン入り T シャツ当たっちゃいました。間に合ったのに嬉しくて震えが止まりませんで、嬉しいし、当たった直後の記憶がないくらいです。今までシネマスマイヤーラジオでお便りを送ったことはありませんでしたが、今回このことを報告するために初めて登場しました。すごい、ありがとうございます。ブルコーンはある曲で通路に来る際に大好きな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 たけちゃんが目の前に来てくれたり、一生忘れられない日になりました。今年も1年みんなの笑顔を見れることを楽しみにしています。 PS、新曲かわいかったですよ。特に衣装が最高でした。もう衣装本当にかわいいです。衣装かわいい、かわいい、あのね、ふわふわってなってるところがかわいいですよね、うん、ジャンプ。しかもなんかいつものふわふわとは違うんだよね。はい、うん、しますよね。そう、こういうふわふわね、こういうふわふわ、はい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 、ということでですね、ねえ、めめなんかさ、面白いね。え、人々いなくないって今思った。違った、いた、怖かった、何かありましたよ。自分も行きたいのに5人しかいないけど、彼は何か、でもみんな飾ったんだけど、まあ、とりあえずみんないた。よかった。はい、まあみんないたところでですね、そして2期メンバーのレギュラーラジオ番組ラジオ日本SS1422 スマイレージ1422ですね、スマイレージステーション1422がですね、1月6日からスタートしました。毎週日曜25時から25時、どっかのアナウンサーさんのスタッフを狙ってるのかのめめ。ジャンプ、あの、ちょっとみんなの生スマ見てて、私がやるときはアナウンサーみたいにやりたいなと思ったんですね。今からアナウンサーっぽく呼びますね。どんな番組でしたでしょうか。どんな番組ですかね、このラジオ日本。15分しかないんですもん、うん、でも、ね、そんなちょっとの時間でもやっぱりいつもと違うこと、ね、いつも話すことと違うことを話してるから、うん、そうと言います。そうだよ、だって、音が一気に半端ないもん。違う、違う、聞いてください。なんか今2期メンバーでチャレンジしてほしいことを募集してて、そういうこととかもやったりするし、めいめいの髪の毛をスカイツリータワーにするとか、あ、そう、そう、そう言ってて、僕で見えないの、見えない、あ、そっか、見えないか、そしたらなんか写真更新するんじゃない、うん、あ、そう、そういうなんかチャレンジするやつをやってるから、うん、そういうところもあるし、ぜひ見てほしいなって、うん、聞いてほしいなって思いますね。結構あれ、なんでパーソナリティが毎回違うから、キャスター、キャスターか、キャスター、パーソナリティがめっちゃ違う、あれ、キャスター、うん、そう、なんか2人2人でやってるんだけど、うん、違うから結構、で、組み合わせも違うから楽しいです、うんうん、でも生スマのこの進行よりも、うん、そのラジオの進行の方がすっごい緊張しますね。なんかする、うん、息が詰まる。今普通に喋れてるのにラジオになると、うん、なんか喋ってたら、うん、やばいじゃんそれ。なるよね、なんか吸う場所を分かんなくなる、一気に全部鼻息やばいんじゃないじゃん。違います。大丈夫、やばい、聞いてみて。分かります。じゃあ次から聞いて、やばい、ちょっと泣き止まってきそう、泣き止まってきそう。じゃあ次から聞いてみましょうね。はい、なんかね、幼ちゃんの先生みたいな。1月、はい、そして1月14日
寒いね発売記念イベントがの予定でしたんですけれども、1月19日が、それが2月16日に延期しました。ごめんなさい。どういう、ごめんなさい、でなんかさ、あの延期して来れなくなっちゃった方もいるみたいで、そう、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、申し訳ありません。でもそれのおかげで来れるようになった人もいるかもしれない。え、いないでしょ。ごめんなさい、わかんないけど、思ってる人は一緒じゃん、ケン。あー、そっか、内容がちょっと楽しみ。じゃあ予定を開けていただければ嬉しい。幸いでございます。はい、そしてですね、1月16日はハローチャンネルボリューム11発売記念握手会が私が参加させていただきました。ハローちゃんの、あの握手会は初めてだったので緊張したんですけど楽しかったのでよかったですね。はい、それでさっぱりね、あっさりか。1月23日は福田香音さんのファーストソロ DVD、 うん、いろいろちょっとは、あ、いいのね、ファーストソロ DVD、うん、ドレスアップカノンがリリースされました。イエーイ、イエーイ。はい、これについて、え、お、私が言うんだよ。うん、はい、これについて福田さんにたくさんお手紙が来ています。白ネーム、すべてはここから始まったいただきました。そんなにまたスマイルジの皆さん、こんばんは。カニョンのソロ DVD ドレスアップカノン見ました。いつものカニョンさんとは2味も違う衣装やメイク、新鮮、ついつい時間を忘れて何度も見てしまいました。本当に素敵な作品ですね。3つの違うカニョン、どれもすごく素敵でしたが、自分は特にウェイトレスカニョンにすごくドキドキしました。普段は感じられない気持ちを味わうことができました。ときめきってやつでしょうか。いろんな方向を見ている中でふと目線をこっちに向けた時がまさに胸キュンポイント、胸が締め付けられるほど可愛らしさでした。ところでそんなウェイトレスカニョンではいろんな方向に 目線を配っていましたが、あれはカニョンご自身で考えながらやっていたのでしょうか。こんな素直カニョンさんの次の作品が見られることをすごく心待ちにしています。またあやちょの作品ビビッチフラワーも楽しみにしています。そして2期メンバーさんがそれぞれソロ作品が出ることも願っておりますというふうにいただきました。どうもありがとうございます。はい、あれ見ましたよ、ビビッドフラワー の予告っていうんですか、ダイジェスト、ダイジェストもうなんか見た。そう、どうだった、憧れる、やっぱりかわいい、かわいい、あった竹内いじめ、でもね、いじめじゃないよ、メイク違いましたよね、ちょっと違った、絶対わかった、あのね、見ればわかる。たけちゃんね、あのね、応援団でね、カノンのね、DVD のイベントに来た時に見てなかったんだよ、DVD だってなかったの。あ、かわいい、でもね、さっきね、見ますよ、見ますよ、見ますよ、見た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 よ、さっきもらった、はい、他にいっぱいメールも来ております。今から読みます。ハッシュルネーム、ゆうぴーさんからいただきました。皆さんこんばんは、カノンのソロ DVD 見ました。普段は見られないような姿を見ることができて新鮮だったし、カノンちゃんの新たな一面が見れてよかったです。でも同時に自分としては飾らないそのままのカノンちゃんが好きだなと思いました。普段の通りそのままのカノンちゃんがとっても魅力的ですよ、素敵ですよ。次にソロ DVD を出せるとしたらナチュラルなカノンちゃんが見たいですね。そしてハッシュルネーム、またまたヨバエスさんからいただきました。さっきもヨバエスさんからいただきました。覚えがいいですね。はい、ちょっと待った、何かおかしい、読んでよ、だって笑い方のこと叩きすぎる。はい、ドレスアップカノンを見させていただきました。はい、ゴージャスっぷり半端ないですね。高貴な一族の
お姫様みたいで、これぞ元シンデレラの生まれ変わり福座カノンって感じがしました。豆使いのカニョンだったり、最後に可愛くお辞儀するカニョンだったり、ふくらはぎアップカノンだったりと萌え要素がたくさんあって、これは第2弾も大期待ですね。ところで BGM に使われているスマイルエリの曲はカニョンのチョイスなんですか？天の弱学級委員長というカノンのチョイスじゃないです。あのでもスマイルエージのそのなんか4人時代の歌とかが結構流れてますね、ずっと BGM で。でも撮影中は自分の好きな歌を流してたんだよ。どういうことですか？何流してたの？いろいろ、マライアキャリーさんのやつ、マライアキャリーさんのやつなんだけど、マイケルジャクソン、うん、違う、普通にね、ナオトインティライミさんとかね、シンプレイさんとか、そういう自分の好きな歌を流してたの。あれなんか無音だったからめっちゃ恥ずかしかった。へぇ、おぉ恥ずかしい。いいなぁ、音。音いいでしょ。すごい。こんな感じ。はい。はい、その DVD イベントにね、あの竹内あかりちゃんが応援団のチーム埼玉ということで、はい、竹内参加が、あ、違う、チーム埼玉ということで、はい、参加を。で、書いてあるんだもん、竹内参加って。そういうことね、竹内参加みたいなね、はい、チーム埼玉ということで竹内あかりちゃんが参加していたり、はい、1月27日は寒いねの個別握手会などなどありましたね。はい、1月27日振り返ったことが、でそう、同じようなことがね、あるんだよね。はい、これと、そうこうしているうちに生スマ就労のお時間です。本当だ、早い、早い、はい、早い。それでは最後にスマイレージからのお知らせです。スマイレージライブツアー2012秋教育は番長ブルーレイ &DVD2 月20日リリースです。それはね、酔わなくても大丈夫なやつ。あ、そうなのね。ごめん、トミーじゃんじゃん。スマイレージライブツアー2012秋チョイカワ番長ブルーレイ &DVD 2月20日リリースです。もうちょっとですね。うん、わ、やばい。あ、でもあと1ヶ月くらい、あともうすぐ20ヶ月ないくらいだ。20日、はい、楽しみ。では次は旅立ちの春が来たのかと、よろしくお願いします。春が来たのかと、じゃじゃん。はい、スマイレージの13枚目のニューシングル、旅立ちの春が来たが、3月20日にリリースされます。イエーイ、旅立ちの春が来た、はい、この曲はですね、春の曲をリリースするので、そうですね、なんかいつもスマイレージって結構なんていうの、何だろうな、5月にドットビキニとか奇跡感で、そういうことが多いので、まあ、この曲は結構その季節にマッチしてるので、ぜひ卒業的な感じだから聴いてください。お願いします。はい、そしてハロープロジェクト生誕15周年記念ライブの方、よろしくお願いします。はい、ハロープロジェクト、ねえねえ、誕生記念じゃなかった、生誕って書いてある。新曲流れてるんですか今？え、待って、あ、これ流れてるの？そうだよね、さっきもね、生誕ってね、なんかね、笑ってた。ごめんなさい。生誕、誕生15周年記念ライブ2013冬ビバとブラボーが2月3日日曜日に福岡国際会議場メインホールで、1回目が15時からで、2回目が18時半からで、1回目はビューブルーベイで、2回目はビバです。1回目ブラボーで、ブラボーですね。はい、ぜひ最後なので来てください。お願いします。お願いします。そして2月9日の土曜日、土曜日がですね、うんうん、はい、スマイレージミニライブイベント&、うん、13枚目シングル旅立ちの春が来た予約握手会開催が、ラビューラビュー赤崎でワンじゃなかった確か、ラビューワン赤崎で、はい、ラビューワン赤崎で、はい、2回あるんですけど、13時からと15時のがあります。
はい、高崎は和田さんと私田村めいみの出身地なのでぜひ来ていただけたら嬉しいです。群馬ですね。はい、そして1月14日から延期させていただいた寒いね発売記念スペシャルイベントは2月16日土曜日ジンパ2月16日土曜日ジンパ有明にて開催させていただきます。はい、延期して申し訳ありませんが楽しみにしていてください。はい、はい、そしてですね、お願いします。2月17日日曜日2月17日何やってんの。2月17日スマイルミニライブイベント&13枚目シングル旅立ちの春が来た予約握手会開催。ラビエ1こちらはナンバですね。ナビエはナンバ、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 大阪です。ナンバじゃないんだ。2回イベントがあるんですけど、はい、一部の方が1時から、お昼の1時ですよ。2部の方がまたお昼の3時からやらさせていただきます。そしてそしてそして、ハロープロジェクト春の大感謝。時間も迫ってきていますので、はいはい、めっちゃなんかそこはハロープロジェクト春の大感謝ひな祭りフェスティバル2013カシビコ横浜天井ホールビーミーテ、はい、3月2日と3月頑張れ土曜日、19時からはですね、前夜祭というタイトルでして、3月3日、13時からはベリーズコンボベリーズコンボ10年目突入スペシャル。そして3月3日、17時半からは Thank you for your love というタイトルとして行います。同時にパシフィック横浜デイリーホール C にて里山ムーブメントのイベントも開催します。はい、あの福田香音さんのファーストソロ写真集カニオンセブンティーソロ DVD セブンティーンセブンティーンソロ DVD ソロ DVD ソロ DVD はい、そしてソロ DVD ドレスアップカードも発売中です。そして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 、和田さんがモーニング娘。さんの鞘師里保さんと一緒に、活躍なさっているビーベリーメジャーレビューシングル「キャベツ白書春編」が2月27日にリリースされます。おめでとうございます。ありがとうございます。そして和田さんが2月下旬発売 DLT 別冊が発売されますので、はい、皆さんぜひ見てください。はい、ということでですね、はい、皆さんからのメールもお待ちしています。放送の感想や番組でやってほしいこと、私たちへのメッセージ何でも OK ですよ。メールアドレスは nama.smileage@gmail.com です。はい、それじゃあそろそろ本当にエンディングの時間ですが、番組の最後はやはり生スマ恒例のこちらのコーナー、和田彩香の今日の格言でーす。せーの、せーの、和田彩香の格言、格言、格言など格言ですよ。みんなで手をつなごう。わあ、何やってたの。前回絶対これやってたんだよ。で、なんか見えてるなと思ってたんだ。こうやってたりとかね。はい、ありましたが、はい、そろそろ、はい、この手をつないだところで今日の配信終了です。暗くないね。暗いよ。もう帰ってきた。生スマ走るポテトはスマイレージ。お相手は竹内あかりと中西かのと福田かのと勝田里奈と和田彩香と田村めいみでした。また次回の放送をお楽しみに。それでは